の館スペシャル前編関東地方の豪農特集。豪農の館チャンネルへようこそ。今回は関東地方にかつて存在した豪商豪農の前編をお送りします。なお一般に公開されているもの以外にも、これはすごいと感じるお屋敷も豪農として扱いました。ただ個人を特定できる情報は明示を控えさせていただきます。また豪農とは違いますが、武家屋敷も合わせて収集しています。ここは大山森、大化け豪子屋敷といい、水戸藩主、徳川頼房の領内巡視の際の宿泊所として、また水戸藩南部の藩政事務所として、寛永2年から7年、1625年から30年の間に、普請されました。大化けは代々水戸藩の大山守を務め、20数ヶ村の藩有林を管理するとともに、各村の庄屋の上に立ち、官能、税の徴収、訴訟、治安等、広域にわたる藩行政に携わりました。あの水戸黄門もここに立ち寄っています。ここで官能とは支配者が農業を信仰、奨励することですが、水戸藩は中納言という格式の割に石高が30万石前後と低く、そのため藩財政は火の車状態であったと言われる。悪を懲らしめる水戸黄門のドラマを見ていると信じられないが、その内政、つまり年貢の取り立ては熾烈を極めたという。先ほどの説明で、この大化けは官能や訴訟、治安等を行ったとあるが、大庄屋として各村の名主の上に立ち、年貢を厳しく取り立てる旗振り役であったと思われます。場合によっては、農民一揆の鎮圧や取り締まりを行ったのでしょう。で、この屋敷はですね、この、かやぶき屋根、かやぶき屋根だけは全部交換しました。全部ね。で、あの建物の木材とかそういうのは使えるものはそのまま使ってます。はい。だとどうしてもダメな時はつなぐ、つなぎかな。木材のつなぎ、つなぎって、なんて、うん、そうですね。はい。こちらがそうですね。はい。これが会所ですか。会所です、ね。まあ、これ通用門から入ってきた一般の方は誰でもいいんですけど、ああ。受付をやったみたいですね。
で、こちらが、裁判所。お知らせ。あ、そうですか。そういうお知らせね。まあ、あの、テレビドラマに出てくるとまた違うんですけどね。うん。そうですね。こちらは栃木県某市にある個人宅の N 邸です。戦前は広大な田畑を所有していましたが、戦後の農地開放により、すべてを失いました。屋根の上の防漏が特徴的です。一般開放されておりませんが、事前に連絡し、撮影しました。防漏に登りたかったが、現在も住まわれているので、断念しました。ここに嫁に来て、初めて防漏に登り、これからこの家を支えていかねばならないと、その重圧に押しつぶされそうだったと、大奥様が話してくれました。ここは中山道、御領茶屋本陣といいます。茶屋本陣とは、参勤交代で大名などが休憩するための施設で、御領村の名主、中島家が務めました。現存する建物は、
お西、お東と二棟残ります。どちらも先祖を同じくする中島家で、戦国時代は祭り田最上の家老でした。両家合わせて入場料210円と、とてもリーズナブルで、茶屋本陣らしく、お茶の接待もありました。それであのここはもともと豪農で名主なんですね、うん、はい、で途中からの金融業とか要するに名主だからお金貸してくれるのか多分ね、うん、言われたと思うんですけど、そういうので金融業やったり、あと穀物商、穀物の商売やったり、これは店っていうところなんですけど、うん、それから幕末の1826年に黙示っていうのに任命されました。目視、ね、目っていうのはあの牧場の牧で武士の士です、うん、で千葉県はもう一帯があの幕府 の, あの放牧場になってたんですね、うん、まあ、そこの管理任され、 その時に名字帯と鉄砲所持とか許されて、うん、私文閣をいただいたんですね。で豪農であって商売もやって、うん、私文閣もあって、で実は大正11年まで隣はあの江戸の中期から1800年前後から醤油作ってましてね、はい、でそういう時は市の交渉ですか、うん、全部やってたけどちょっと変わった、うん、で家屋もですから、
この民家はもと、北千代田市にあった飛田家の邸宅でした。現在は古賀市の古賀久保公園に移築されています。飛田家の由緒については、つまびらかではありませんが、建物の建立年代は、構造手法等から考察し、18世紀前半と推測されます。日立地方によく見られる曲がり屋です。ここが豪農かどうかは分かりませんが、おそらく村の庄屋クラスだったと思います。
昭和22年に廃止されるまでの48年間で3代にわたる天皇皇太子がご利用されました。明治時代に作られた主要な御用邸の中でも最大規模の木造建築で、当時の姿で現在も残る唯一の建物です。
井上家は手賀沼の開墾事業に参加し、相島神殿を開いたことで知られます。しかし井上家はもともとこの地域の名主だったわけではありません。井上家は江戸の終わり町、今の銀座で乾物問屋を営んでいました。時は八代将軍吉宗の治世、幕府は手賀沼の干拓事業に乗り出す。井上家四代佐治兵衛は手賀沼開発に着手する決意を固めた。そして店を売り払い、新規事業へと舵を切った。この時家業は順調で、店を畳む理由はなかった。それなのになぜ新規事業へ乗り出したのか。家康は慶長8年江戸に幕府を開く。当時の江戸は湿地帯が延々と広がる未開の地だった。この手賀沼地方もそのような荒れ地だったのかもしれない。手賀沼はかつて利根川とつながり、手賀浦と呼ばれていた。江戸時代初期に利根川は流路変更され、江戸の町は水害から守られた。手賀浦は手賀沼となり、神殿開発が進んだ。しかしその後も増水時にはせっかく開拓した水田が何度も水に流された。佐治兵衛がなぜ手賀沼開発に身を捧げたのか。きっと彼を突き動かす何かがあったのだろう。しかし度重なる洪水のため事業は難航しましたが、不退転の覚悟で挑んだ成果が相島神殿を実らせました。その後も開拓事業を続け、耕作地を広げ、金融業にも進出しました。信じろよ。茨城県高萩市郷の穂積家。穂積家は江戸時代中期に庄屋を務め、農業のほか林業や金融業、酒造業などを営み、明治初期には製紙工場を経営するなど多角経営を行っていた上層農家です。敷地周囲を塀で囲み、中心に母屋、北側に小蔵、東側に庭園、南側に長屋門と前蔵を配しています。穂積家の特徴ともいえる長屋門は昭和初期の改修で、もともと平屋根だったものに2階を乗せ、さながらお城の楼門のような造りとなっています。
国指定重要文化財の彦部屋敷を訪ねます。この彦部屋敷は豪農として紹介されることもありますが、ここは戦国時代以前からこの地域に君臨した領主でもあり、その館、つまり彦部屋敷は城構えとなっており、ここで戦闘することも想定されていました。館の背後には手臼山山頂お詰めの城、戦の時女子供が一時避難する場所として確保し、その麓に館を配置した典型的な中世の城の形態を今に伝えています。ここは高崎市にある旧下田邸といいます。直子の庭園は忠臣蔵で名高い剣豪堀部安兵衛が策定したと言われています。下田氏は戦国時代に美濃は城主長野氏の重臣でしたが、書院は平屋造り切り妻で東に玄関があり、下の間中に上半と上の間中上により構成されています。上州に侵略の手を伸ばした甲斐の武田信玄により美濃は城は陥落、家老であった下田大膳の子孫がこの地で機能し大官として京構えた屋敷跡です。かつては広大な敷地に多くの建物がありましたが、現在は江戸時代の書院が庭園とともに今に伝えています。Thank you.
白石家胡蝶屋敷は文化15年から文政13年1818年から1830年にかけて建てられた建物です。白石家は代々名主、大庄屋などを歴任する豪農で、木造平屋建て、寄せ棟、かやぶき、平入りの母屋には通用の玄関のほか、大官や役人などの上役専用の玄関、入りもや瓦葺きの屋根や座敷などが設けられ、格式の高さが伺えます。阿久沢家は北関東における典型的な中規模古民家です。
ここは前橋市に残る国指定有形文化財の旧阿久沢家といいます。阿久沢家は芥沢氏の後裔とされる旧家で、室町時代末期に当地に土着、江戸時代は当地域の名主や組頭等を歴任し、屋敷は上層農家の格式を持ちます。群馬県前橋市を代表する歴史的建造物、国指定重要文化財の臨江閣。臨江閣は前橋市大手町にある近代和風建築の迎賓施設です。本館、別館、茶室が国の重要文化財に指定されています。1884年、明治17年、当時の群馬県令、香取元彦の提言により、市内の町民有志の募金により、迎賓館として建てられた。この臨江閣の名前の由来は、すぐに市を流れる、坂東太郎の異名を持つ日本三大暴れ川である。利根川に望むことを意図する。臨江閣の立つこの場所には関東七名城の一つに数えられた厩橋城があった。この城を中心に城下町が発展し、今日の前橋市の中心街となった。
うん、大庄屋っていうからにはあれですよね、この辺の庄屋を束ねてたんですか。それでね、あの何村ぐらい、7か村かな、7か村。それでここはか昔は明治維新の後は、ええ、あの、赤妻郡だったの。赤妻郡だけど中之条なんかと一緒だったの。ああ、そうですか、ええええ、だからあの赤谷川の西側、うん、だから右岸ですね、うん、あの高妻郡 で、うん、でそこに、4か村あって、うん、でここにこの周辺に3か村が、あ、そうですか、カシメルも含めて。それでどうなってるかというと、藩が治めてた藩 の、うん、藩の土地もあります。どこの藩なんですか。沼田藩。沼田藩です。沼田藩ですか、はい、大概は沼田藩です。沼田藩が海域になった時に、時っていうのが来るんですよ、うん、時氏、うん、ええ、それで明治維新になるんだと思います。はい、時氏っていうか岐阜のですか。いや、出身は知らない。いや、それでそうなってくると二重支配じゃないですか。幕府の藩は、藩が統治してるから、あの、うん、農民から百姓から税金、うん、国高が取れるわけです、うん、各村から、はい、だけど今度は幕府は公明のあった旗本っていうか、旗本ってのは要するに戦場で言えば陣地を守ってる、うん、側近の信頼のおける武士ですよね、うん、1000石くらいの、うん、でそういうのが褒章をやるときに、うん、場所がないじゃないですか、みんな藩の試合だから、そうすると例えば沼田藩に、あの少し分けろと分けろと言うわけじゃないすいませんね。3回もあるんです。あ、3回もあるんですか。おお、あ、かやが最後まで視聴いただきありがとうございました。